完全情報の展開系ゲームはバックワードインダクションで解くということについて勉強しました、えー。完全情報の展開系ゲームの考え方を知るために、ここではコミットメントという言葉についてちょっと勉強していきたいなと思います。コミットメント。えー、こういうモデルを例として考えてみましょう。えっ、ー、とですね。 と B 氏という建築家です。A という県が今度国際博覧会をやることになって、えーと、県の著名な建築家 B 氏に仕事を頼もうか、仕事を頼まないかを、えー、今考えているとします。えー、建築家の B 氏は引退も近く、もし引き受ければこれが最後の仕事になると考えています。 さて、この県の著名な建築家 B さんにぜひ、まあ、とも頼みたいところなんですけれども、この B さんはちょっと問題がありまして、えっと、仕事を引き受けてからですね、それを完成するまでにですね、どうしても時間がかかってしまうんですねで。それはちょっと趣味なんかもあったりして、彼が趣味のことをやってたりしてですね、なかなか仕事に打ち込んでくれないです。で、えー、引き受けるときにですね、一応ですね、 締め切りに間に合ってくださいよっていうと B さんは、ね、必ず間に合いますって言ってくれるんですけれども B さんは実はちょっと締め切りが遅れても大丈夫だということを知ってるんですね。というのは少し設計が遅れてもですねこう建築をする段階工事する段階でちょっと頑張って。 早く工事やってもらったりあとできてから最後に展示物を並べる段階でちょっと時間を詰めて展示物を並べればまあなんとか他の人の努力でできるから自分は自分のペースで B さんは仕事したいなというふうに考えてるんですでも県の方はそれでは困るんですねっていうのは建築物がいいだけではだめでやっぱりしっかりした展示ができたりあと工事に時間がかける られては非常にリスクも高くなってしまうわけなのでそういった中でどういうふうに仕事をしようかあの B さんにと仕事を頼もうかどうしようかということを迷っているとこういう状況になっているわけですこれがそのモデルのゲームツリーですまず県は B さんに依頼するかしないかを決めます依頼しない場合を両方の利得をゼロとして基準として考えてみましょう もし、県が B さんに仕事を依頼したら、B さんはそこでちゃんと納期を守るか、納期を守らないかを決めます。もし、納期を守れば、えー、と県にとってはとても良いことで、利得が10としておき、えーと、B さんにとっても、これは仕事をもらわないよりはいいので、0よりもいい5だとしておきましょう。 一方、B さんにとって一番いいのは仕事をもらっておいて納期を守らないということなんですね。この場合、B さんはゆっくり自分のペースで仕事をしながらしかも自分の建築物を建ててお金ももらえるということで利得が一番いい状態の10になります。これに対して A の件はマイナス10ですね。つまり仕事をそれならば依頼しない方がいいというふうに考えているわけです。 バックワードインダクションでこの問題を解いてみましょう。この点では、B さんは納期を守れば5、納期を守らなければ10ですので、まあ、納期を守らないということになります。A 県は、まあ、それを先読みすると、B さんに仕事を依頼すると、納期を守らないのでマイナス10、えー、依頼しなければ0ですから、まあ、それならば依頼しない方がいいということになるわけです。まあ、これはですね、 A 県と B さん両方にとって不幸な結果ですね、ここに来れば10と5で2人とも良くなるわけですから、まあ、B さんとしては必ず仕事の納期は守りますというふうに口で約束する、まあ、お願いをする、そういうことがあるかもしれません。しかし、えー、と過去の言ったことが必ずしも守られるかどうかというのが問題になるわけですね。つまり 時間が経ってこの点に来るとどうしても B さんはそうは言ったものの守れば5守らなければ10ということが成り立っている限りつまり守らない方の利得が高い限りは必ず納期を守らないということになるわけですこのようにゲーム理論ではお互いがコミュニケーションをとっても、えー、と約束をしてもですねその約束が利得に影響を及ぼしてない時は それれが守ららるととは限らないという,ふうに考えまば軽口とかこれチープトークと呼ばれるものなんですけどもそれから拘束力のない口約束こういったようなものには効果がないというふうに考えましょうこれがゲーム理論の考え方になってるわけですこの脅かしたり約束したりすることが利得に反映されているということが重要だということですね。 先ほども述べたように、えーと、ここの点に来ることが2人にとっていいにもかかわらず、結果がこちらの方の結果、えーと、依頼しないという結果になってしまうわけですね。ですから、なんとかこの納期を守るような方策を考えなければいけません。例えば、もう必ず約束守れよって念押しをするとかしないとか、そういったようなことをこのあたりのゲームの選択に入れるとかね、そういうことが考えられるかもしれません。 もしですね念押しされても約束破ってしまうとここの10の気持ちが自分としてはこちらよりも悪いぐらいに下がってしまうなというのであればまあその考え方もありかもしれないですねつまり人の約束を破るということがそもそも利得にマイナスの影響を及ぼす人というのもいるかもしれないそれからえっと納期をこう 守らないということでその後仕事が来なくなるっていうことがあるかもしれませんね信用をなくしてしまえば仕事が来ないそうするとここ順に見えてもその後の長い仕事を考えるとここマイナスになってしまうというようなことも考えられます確かにこのように感情を利得に加えるとかその後の長期的な関係を利得に加えるということで納期を守るように なるということは、まあ、あるかもしれませんが、まあ、ここで設定している考え方は、まあ、B さんはです、ね、これで仕事はもう大体終わりで引退だということだから、その後の仕事のことは考えてないし、まあ、B さんは、まあ、そもそも口約束あんまり、えー、当てにならないような人だというふうな設定になっているんですね、彼はここで約束したからといって、ここの離島が下がるような人じゃない、まあ、そんなあ設定になっています。 でこのような場合、でも B さんにとってはやはり、えーと、この右下に行って信用してもらえないというのはいい結果じゃありませんので、まあ、なんか右上に行くようなあの方法が必要です。A 件にとっても必要なわけですね。まあ、簡単なことで、それは何か契約をして納期守らないときは罰金を取りますよという契約書をちゃんと交、えー、わしておけば大丈夫ですね、えー。コミットメントという言葉は、このように、まあ どういうふうにして自分が責任を持って行動をするかというような意味で使えます普通はですね日常的にはコミットメントっていうのは何か責任を持ってそれに関わるんだとかそれに自分が関係するんだとかそういうような意味合いを持っていますゲーム理論では何か明確に自分の行動を縛るとか利得を明確に下げたり上げたりすることで ある行動を選ぶようなことをするというようなそういう意味を持っているんですね。方法はいくつかあって1つはまあ約束を破ると離島が小さくなるような両方が明らかにそれを信じられるような仕組みを作る例えば契約書を交わして罰金を与えるようなことをするとかいうことになるわけです。からもう1つはまあ先に行動してしまえば、まあ、行動は変えられませんからそれもコミットメントになるということですね。あと、まあ あの約束を守るとより大きな利得が来るように報酬を,報酬を与えるというのもこれもまあコミットメントを与えるための一つの方法です、まあ、簡単な話で納期を守らない時に罰金を取ればいいんですね、えー、例えば罰金をどこかに払う第三者に払うというふうにするとマイナス10ぐらいにこう下がるかもしれませんね、えー、と利得で20 になるぐらい利得でで20にに換算されるぐらいいい罰罰金金を払えばいいわけですね罰金相手に払えば相手の利得がもうちょっとプラスになりますが相手じゃなくてもどっかに罰金払うだけで十分でこうなるとバックワードインダクションで解いた答えは納期を守る方に行ってそれを A 権は信頼して仕事を依頼するというように行動が変化するわけです。 このように、口約束ではなく、契約をしたり、罰金を与えたりすることで、B さんは確実に仕事を守るという形になります。そして、この罰則というのは非常に面白いんですね。例えば、納期を守ったときは、よりたくさんお金をあげましょうっていうふうにしてもね、行動を右上に変えることができるんですが、その場合には、よりたくさんお金をあげるために、A 権は少し支出しなければいけない。つまり、自分の利得が減っちゃうんですね。 ところが納期を守らなければ罰金を与えますよというふうに罰を与えると、ですね、これは誰も結局は罰金を払わないんです。つまり罰金を払うということにすると、罰金を払わないようにするから、結果が実は何も変わっていない、誰かが物を支払ったりもらったりしてるということではなく、最初からあったこの10号という結果にちゃんと言ってるということなんですね。つまり罰をこう与える 罰則を与えるということをするとですね、えー、と誰も何も支払うことなくですねもともとあった結果が実現してそしてそれで片方だけでなく両方ともハッピーになるという、まあ、こういうことが効果として見込めるということなんですね、まあ、こういったコミットメントの効果を出すためには例えば他には通信販売通販の品質保証と返金のような問題が考えられます 例えば、あるダイエット食品があって、このダイエット食品効きますよと言ってもです、ね、それを買って、実際使ってみて、効果がなかっただけだとです、ね、これ、お金を支払ってしまった後だとです、ね、だと、消費者にとっては損をしてしまうわけですね。でそうするとです、ね、消費者はそれを買わなくなる。でそれをです、ね、うまくコミットトメントして 製品を買わせるためにはこのダイエット商品が効果がない時は、えー、と返金しますよとかお金を返しますよっていうようなことをすることで相手に信じてもらうようなコミットメント効果口約束ではない信頼に足る証しを作ることができるということですこのようにコミットメントは自分の行動を縛る利得を何か 下げるるような行為をすることで、約束を破って利得を下げるような行為をすることで、えー、自分の行動を縛るということですねで自分の行動を縛ることによって自分に有利に働く場合があるということが分かるわけですさてコミットメントにはですね、えー、と罰則なんかをつけてです、ね、利得を変えるというほかにゲーム自身の構造を変えるという方法があります どういうことかというと同時の戦略系ゲームをですね自分が先手を取って行動してしまうことで自分の行動をコミットメントしてしまってゲームの構造を変えるとということですね。例えばこのアリスとブンタがゼンデラに行くか買い物に行くかというような、まあ、両性の戦いのゲームを考えると既に見たようにこれはナッシュ金庫は2つあってアリスもブンタもゼンデラに行くかアリスもブンタも買い物に行くかという結果になります。 アリスとしては、全、まあ、寺に両方に行くといいんですけれども、まあ、フォーカルポイントみたいなものがなければ、うまくこちらが実現するかわからず、お互い、えー、忖度しちゃってこっちになったり、お互い自分が行きた方に行ってこっちになっちゃったりすることもあるし、えー、それから、えっ、ー、と、まあ、何かいつも文太の言うことに合わせてるっていうような慣習があれば、まあ、こちらの結果になるということがあるかもしれません。で、この場合には、 まあ、アリスは、まあ、自分の、えー、と良い均衡に行くためには簡単で先に自分があのコミットメントして禅寺に行ってしまえばいいですね。禅、まあ、寺に先に来て禅、えー、寺にいるということを文太に知らせて文太は相手がデ寺にいるということを知った上で禅寺に行くか買い物に行くかを選ぶとすると、まあ、買い物に行くと利得がゼロで禅寺に行くと利得1になりますから。まあ 買いい物よりりはゼを選ぶという結果になりますつまりこちらにあった同時のゲーム戦略系ゲームをこのような先手と後手があるようなゲームに変えてアリスが先に行動を選びそれを知った上で文太が行動を選ぶようなことにするとですね自分の得する利得の均衡に行くようなことができるというわけです。 このように調整ゲームやチキンゲームでは自分が同時ではなく先手を取って自分の行動を先に固定してしまうことによってうまく自分に有利なナッシュ金庫を導くことができます実際ゲームが同時から自分が先手を取るためには相手もそういうふうに考えて先手を取りたいと考えていることが多いので自分が先手を取,り取れるような有利な状況が何かしか存在していることが必要になる。 もしくは、お互いが取り合うようなゲームというのを新しくやる、選定を取り合うゲームというのを新しくするということになって、アイデアはありますけども、実際実践してみようと思うと思ったより簡単にはいかないということも考えられます。このコミットメントで分かるように、なんか同時のゲームを自分が選定を取れば、 ま有利になるということはま非常にわかるわけですけれども、では常に先手を取ると有利になるかというと、そうではないですね。まあ、同時のゲームで自分が先手を取ることで、いつも有利になるわけではないんです。皆さんちょっと考えてみて,ていただきたいんですけども、同時のゲームで自分が先に行動して、行動が分かってしまうと不利になるようなゲーム。どんなゲームが考えられるでしょうか。 はい。えー、こうですね。じゃんけんですね。じゃんけんは先にじゃんけんポーンって言って自分が行動してグーチョキパー出してしまうとですね、えー、後からグーチョキパー出した方が必ず勝ちますからねから。じゃんけんは先手を取ると不利になります。このように先手を取れば常に有利になるわけではありません。例えば囚人のジレンマなどは先手を取ろうが同時だろうが支配戦略がありますから、まあ、意味がないんですね。つまり自分が先に 黙秘するぞとか協力するぞと言って相手に協力姿勢を見せたところで相手の意思決定に何らかの影響を及ぼすことはないわけですね。以上先手を取ったりコミットメントをしたりすることで有利になる時もありますが、まあ、不利になる時も当然あるわけでゲームの構造ゲームの機利得行列を書きながらどうなのかということについては考えてみる分析してみる必要が あるでしょうということです